はい、こんにちは。ですね、有村架純さんが視聴率の急落で爆死女王に返り咲きかっていうネタがあったんで、ちょっとそのことをですね、なんか今やってるんですよね、姉ちゃんの恋人ってやつ。世帯視聴率 6.2% って言って低迷してるらしいですね。初回放送が 9.2% だったらしいんですよ。これで2回目の放送が 6.2% だから 3% 落ちたってことですね。3% 結構でかいですよね。でも関係者が青ざめて、1回目の放送では金粉高橋海人くんとかね、そういう人気者が出たですってね。それでまずまずの数字を記録したけど、2回目はあんまりうまくいってないと。ドラマの設定はコロナ禍にもかかわらず、誰もマスクしてないことや映像が美肌加工されているため、出演者の肌がみんなツヤツヤしているところに違和感を覚える人が出ています。ドラマ自体は決してつまらないわけではないですが、様々な要因が重なって一気に視聴者離れが起きたようです。このままでは 5% を下回る可能性も高そうですねと。この脚本家の人がひよっこの、なんていうんですかね、この人岡田さんって方ですね。でこのドラマを見て一番問題なのは、弟3人が魅力的に見えないという点だと思う。タイトルが姉ちゃんの恋人なんだから、姉ちゃんと呼ぶ弟たちに魅力がなければいけないのにとか、あんな爽やか系な男さんに現実離れして内容がしっくりこないとか、1話から 3% も下がったということは、よほど1話が面白くなかったと判断されたということか、ひよっこのグダグダした、パートを思い出す、連ドラの長丁場となるときつい、雰囲気とか会話内容とか全体的に朝ドラひよっこの劣化2番煎じに感じるとか、まあ、厳しい意見が。まあ、あとね、最近の視聴者はかなり目が超えていて、リアリティがある脚本か、もしくは半沢直樹ぐらい吹っ切れたドラマでないと、触手が動かないと言われている。ドラマスタッフが、笑顔の可愛い女優とイケメンをブッキングすれば話題になるだろうと考えていたとしたら、あまりにも浅はかなのではないでしょうか。そもそもアリムは、ルアは爆死情報の代表格。ひよっこはヒットしてましたが、中学生日記やいつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうは大ごけしているのです。だそうです。フジテレビのここの枠はなんかあまりうまくいってないみたいですね。フジテレビのこの枠はなんかいわくつきてこけるらしいです。まあそうですね。フジテレビってあまりドラマ今のとこね、もう全部月9もダメですもんね。完全に TBS に持ってかれちゃった感はありますね。TBS かもしくは日テレの日曜の10時、22時からの枠とかね。もう全然そっち側に行っちゃってますよね。だからそう考えるとね、恋筒なんかはすごくよくできたドラマだったってことですよね。やっぱりコンセプトもちゃんとしっかりしてね、キャストもちゃんとしっかりしてね、ただ単に人気者を寄せ集めたっていうよりは、もうモネちゃんみたいに最初は違和感あったけど、違和感あるって言われ続けたけど、どん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 それがハマっていくようないい流れに持っていくっていう感じができてるから、やっぱみんなもね、やっぱドラマ慣れしてますからね、ちゃんと考えて作んないと視聴率にはね反映しないってことですね。まあ、そんな感じでした。ではでは。